拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の加藤勝信です日本政府は例年5月に国連本部において米国、豪州、EU と共催で拉致問題に関する国際シンポジウムを開催しています本年は新型コロナウイルス感染症の拡大のために開催できませんでしたが北朝鮮の拉致問題解決に向けた国際社会の取り組みを停滞させてはならない との強い思いから関係者の声を一つのビデオメッセージにまとめましたこの趣旨に賛同いただきメッセージをお寄せいただいた米国豪州の政府及び EU の皆様内外の被害者ご家族北朝鮮専門家の皆さんに心から御礼を申し上げますこのように幅広く各国の政府民間から声が寄せられたことは 北朝鮮による拉致問題の解決を求める国際社会の強い決意を示すものであると考えます私は2015年10月から2018年10月まで拉致問題担当大臣を務めこの度再度その重責を担うこととなりました2002年に5名の拉致被害者が帰国されて以来いまだに一人の拉致被害者の帰国も実現していません 長年にわたり一日先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の皆様の思いを考えると本当にじくじたる思いでありますまたこれまで何度も拉致被害者のご家族の皆さんにお目にかかり長年にわたる苦しみ悲しみを直接お伺いしてまいりました被害者の一日も早いご帰国を切望されているご家族の皆様の思いに応えられず 誠に申し訳なく思っております拉致問題は菅内閣の最重要課題であります菅総理は拉致問題の解決のために金正恩委員長と条件をつけずに会って活路を切り開いていきたいと表明されております菅総理の下政府一丸となって全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けあらゆるチャンスを逃すことなく 全力を尽くしてまいります拉致被害者も拉致被害者のご家族も大変に高齢化されています拉致問題の解決には一国の猶予もないという思いでぜひ皆様の拉致問題の解決に向けたご理解とご支援をよろしくお願いいたします